平成23年6月27日月曜日、午前総理大臣官邸で沖縄県の仲井真知事の表敬を受けました。夜、東日本大震災復興基本法の施行に伴う大臣、副大臣、大臣政務官および内閣総理大臣補佐官の発令を行いました。続いて記者会見を行いました。本日新しい大臣あるいは新しい役割を従来の大臣に、お願いをいたしました。この目的は震災に対する復旧復興を進めること、そして原子力発電所の事故の再発を防止する体制を作ること、この2つに目的は尽きております。28日火曜日午後、総理大臣官邸で6月24日に施行された東日本大震災復興基本法に基づき、内閣に設置された東日本大震災復興対策本部の第1回会合を開催しました。この日の会議では、6月25日に東日本大震災復興構想会議から菅総理へ手渡された提言の内容について、伊尾木部復興構想会議議長から説明がありました。また本部の運営等について話し合われました。続いて B 型肝炎訴訟原告弁護団と面会を行いました。本日は B 型肝炎訴訟について原告団弁護団と国の間で基本合意書が締結をされたわけであります。この問題では早期解決を目指すという裁判所の仲介の下で実現したものと思っております。今後、和解金や検査費用の支払いを含む基本合意書の内容を誠実に実施をしていくことをお約束を申し上げます。また同時に、本日の基本合意はこれで全てが終わったのではなくて、逆にこの問題解決のスタートラインである、このように私自身認識をいたしております。その後、大韓民国の孫八九民主党代表の表敬を受けました。30日木曜日夕方、総理大臣官邸で第6回となる政府与党社会保障改革検討本部を開催しました。本日、政府与党社会保障改革検討本部で社会保障の税の社会保障税一体改革の提案と社会保障番号税番号の対抗、この2つの大きな決定をすることができました。社会保障はまさに国の形の最も基本的な部分を構成し、国家と国民を支えてきたものであります。今後、将来世代をしっかり支えていくことができる財源も含めた大改革がどうしても必要な段階が来ていると思います。この社会保障税一体改革の実現のためには、もちろんこの政府与党の決定で終わりではなくて、まさにこれからが本当の始まりだと、このように思っております。7月1日金曜日、総理大臣官邸で岩手県の達増知事らから平成23年東北地方太平洋沖地震及び津波被害にかかる要望を受けました。